はい、いつもありがとうございます。休暇者ナビゲーターの曲がりょうです。こんばんはかな、こんにちはかな、おはようございますか。はい。今日の動画はですね、もう早速手抜きになりました。レジュメなし。知ってるキーワードにあれこれ告白アウトルーということでね、まあ、プレゼントありますって書いてあるんですが、まあ、最後までね、動画見ていただくと嬉しいし、もうコメントとかチャンネル登録大歓迎です。はい。で、僕の Facebook 見てくれた方はもうご存知だと思うんですが、じゃーん、じゃーん、じゃーん、まあ、こういうの10個あるんですけど、あ、あ、落ちちゃった。まあ、そうですね、今日のプレゼントですね。日清食品の、まあ、こういう、これは、まあ、名古屋限定、中部地区か。中部地区限定なんですけどね。これもビジネスになりますけど、まあ、ちょっとこれ置いといて、何でもいいんです。チキンラーメンでもいいし、日清食品の、まあ、ブースがあって、300円以上で1回くじができますよと。でさ、このくじの商品が、くじっていうか、まあ、ゲームができますよっていう風なんですけど、まず、そこにいる人数、これ1枚ずつあげます。例えば家族で5人いて、くじ1回やるんだったら、こいつは5枚もらえるんですね。僕は今日ね、パートナーの場合、女子と一緒にいてたんで、まあ、1回の月必ずこいつ2枚もらえるわけですよ。で、参加賞としてこれがもらえます。チキンラーメンのノートです。このノートさ、すげえいいのよ、これ。見える？うん、かわいくね？はい。これ参加賞です。必ずもらえます。で、こいつは、まあ、3つのゲームがあって、まあ、ゲームを、まあ、どれか選んで、そのゲームに勝つともらえるんだけど、これ誰でももらえるようになっていてっていうぐらいハードルが低いゲームで、すげえな、日清超太っ腹だなと思ったんですけど、要は、こういう商品を300円ごとに、まあ、レシートを持っていくんですよね。で、まあ、僕は10回。3000円分買って、もう、はい、もう3000円分ばーばーって詰めてですね、僕はあまりこういうの食べないんですけど、まあ、とりあえず買いました。で、10回やって、まあ、こいつ10個と、まあ、これ10冊と、これ20枚もらったわけですよ。で、何が言いたいのかっていうと、これね、考えようによってはですよ、日清食品の、まあ、こういった食べ物、タダになるよね。どういうことなのかというとさ、皆さんが、いくらって値段つけるか分かんないですよ。これとこれと、これの3点セットで。はい。でも、この3点セットを300円以上で買ってくれるっていうんであれば、そんな人がいるのであればですよ。要は日清食品の、まあ、こういう商品、300円で1回くじが引けるわけですから、で、くじを引いて、これらがもらえるわけですから、もう分かりますよね。こんなにくどく説明をしなくても。もし仮にですよ、こいつが500円で売れちゃったっていうのであればですよ、300円分の商品ただプラス200円儲かっちゃったことになるわけですよね。うん。今日の動画は知ってるっていうことですよね。もうもちろんこんなこと知っててね、やってる方もいると思うんですけど、まあ、ちなみにね、ヤフオクとかではあんま売れないね。さっき見たんですけど、まあ、日清さんね、いろんなノベリティいっぱいあっていっぱい出てましたけど、検証商品もすごいいっぱいあってさ、その、嵐のね、誰だっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、応募券だったり、クオカードの応募券だったり、そこには入札入ってたから。まあ、だけど、こういうやっぱりその企業さんの、まあ、キャラクターグッズみたいな、こういう非売品のグッズっていうのはね、まあ、ビジネスになるんだっていうことですよね。はい。で、まあ、もうこれはもう早速、うちのパートナーシーに全部あげちゃったんですけど、これいるって言ったらいらないって言ってましたので。まあ、10個あるんですけど、3名の方にですね、はい、こいつらをあげたいなと思います。はい、初めて動画にコメントするよっていう方を最優先で、差し上げたいなと思いますし、うちの常連コメントメンバーの皆さん、毎回毎回下げずんでるわけでも何でもなく、欲しいんだったら、差し上げますんで、常連コメントメンバーの皆さんには、10個ありますから、これ。安心してください。はい。最近さ、拗ねてんのかコメント書いてくれなくなっちゃってるんですよね。うちの常連メンバーが。ダメですね。大事にしないとね。常連コメントメンバーがダメなんじゃなくて、僕がダメですね。ごめんね。これちゃんと取っとくからね。ということで、初めてコメントするよという方は、ぜひどしどし、登録してください。はい。で、あ、そう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 。で、イオンに行ってたんですよ。で、全然ですね、今用事が済んで、何の用事にしたかっていうと、僕、例のやつあげるって、覚えてます？これ。これ。
これ。うん、今すごいことになってますよ。ちょっと今遠くにあって取りに行けないんですけど、はい、これをプレゼントするって言ってたのに、これが手元になかったんで買いに行ったんですよね。もう危うくもうなんか売り切れ寸前になってて、危なかったと思って、はい、あのちゃんと発送しますんで、あの当たった方は。で、まあ、これですよね。買いに行って、ついでに珍しくですね、食品だとかそっちの方に行ったわけですよ。普段行かないんですけど、で行ったらまたまたこいつに出会ったんですけどね、ちょっとまあ時間があったんでフラフラしてたんですよ。そしたらさ、はい、まあこのセットで売ってたわけなんですけど、皆さんこの商品知ってます？でね、豆ピカくん、はい、皆さんってちなみにトイレ掃除します？あのうちってセミナールームとかがあるんで、セミナーの前とかにトイレ掃除をやっぱしないといけない、しないといけないっていうか、まあ必ずするわけですよ。だから僕もするわけですよね。で、その時に、この知らない知ってるできるの法則って僕はいつもセミナーでも話をしてるんですけど、冒頭に。もう僕これ見た瞬間にめちゃくちゃ欲しいと。まあ結局買ったんですけど、マジかと。で、なんで僕がそんなに、こいつをめちゃくちゃ欲しいと思ったかっていうと、僕がトイレ掃除をしてるからなんですね。もちろんそのトイレのところとかは専用のやつで除菌のやつで拭いてるんですよ。で、もちろんその便器のところも洗剤でゴシゴシとかやって、ブラシでゴシゴシとかってやってるんですよ。で、あとその床ですよね、問題は。で、床はなんかトイレットペーパーでバーッと拭いてたんですよ。髪の毛が落ちてたりだとか、ほこりが溜まったりだとかはしますね。で、その時にね、実はいつもトイレットペーパーがボロボロになるのがすごい気に入らなかったわけですよ。そうですよね、トイレットペーパーってのは水に溶けるようにできてますんで、うわーと思ったんですけど、ふっとこのキャッチを見た瞬間に、だこれ俺のための商品だと思ったわけですよ。でも前は買ったんです。まあ、別にこいつがまあ今回こうやってついてたんですけど、僕ノベリティ大好きなんですけどまあついててもついてなかったとしても、はけても金額がいくらでも関係なく買ってましたね。まあ、こんなのがさ、数千円とかするわけないですよね。まあ、数百円なんですけど、まあ、別に1000円だったとしても買ってましたね、僕は。つまり何が言いたいのかというと、僕はいつもね、そのうちのクライアントに言うわけですよ。やってみて分かることがあるんだと。とりあえずなんか学んだんだったらやれと。学びのサイクルを回せって何て言ってるのかというと、この商品もトイレ掃除をやったことがある人なら分かるんです。で、実際トイレットペーパーとかで掃除してる人だったら分かるんです。このありがたみが。けど、やったことがないやつにどれだけこいつの良さを伝えたって分からないんですよね。だからビジネスの事例をどれだけ伝えようが、理論をどれだけ伝えようが、分からないんですよ、やってみない限り。だから学びのサイクルを回せって言っても、仮説の組み立て方も分からない、仮説はあるけどビジネスにできないって、いやいや、基本ビジネスモデルと LTV ととりあえず PL に落とし込めって話なんですよ。やってみて初めて分かるんです。ここが分かんない、ここができない、こんなものがあったらいいなって。っていうものがね。だから、まあ、ちょっとこいつを今日、題材に出したんですけど、まあ、知らない知ってるできる、とてもまあ大事なわけですよね。で、ちょっと固い話になっちゃったんで、プレゼントいきます。じゃんじゃん、まあ、本当に一万円札じゃないですけど、家入り札です。イエリさん、新しい会社1億円の資金調達が成功したみたいですね。おめでとうございます。まあね、都知事選出てたりだとか、まあ、いろんなことされてますけど、僕、まあ、本読むの好きだっていつも動画で言ってるんですけど、ものすごい早くからいろんな人たちをからチェックしてるわけですよ。例えばちょっと遡って、多分皆さんご存知なサイバーエージェントの藤田社長だったり、堀江さんだったりが一緒にビジネスをし始めた頃とか、しばらくして出た本だとかですね、まあ、その時からのブログ、温泉地の時から知ってるんですけど、イエリさんもそうで、でずっと僕好きな人のを追ってんですね。もちろん本も読むんだけど、なんかそれに関連するグッズ、例えば堀江さんだったり DVD とか教材とか、そういうの買ったりだとか、イエレさんもこれね、定期購入の、あれちょっと名前忘れちゃったな、プラットフォーム忘れちゃったんですけど、5000円の3回かな、1回イエレさんセレクトの、毎月5000円かかるんだけど、イエレさんがセレクトしたって、あらゆる商品を送りますよとかって言って、まあ、その中に入ってたものの、まあ、一つなんですけど、はい。まあ、1億円の、ね、資金調達が成功したって、昨日一昨日か Facebook に載ってましたけど、
でちょっと思い出して、あ、こんなのあったなと思ってですね、はい、これもですね、こいつとは別でプレゼントしたいなと思ってますんで、僕の YouTube で取り上げてほしいことですよね。なんかどんな材料をネタでもいいです。ビジネスじゃなくて恋愛も得意なんで恋愛でもいいんですけど、結婚相談とか何でもいいんですけど、はい、ちなみに僕専門は人間のタイプ診断ですから、はい、まあそれはさておきですね。これはそこそこ枚数ありますんで、まあそんなにコメントないと思うんですけど、まあ送料もそんなかかりませんから、はい。で、うちのクライアントはうちの事務所に来た時にあげるから、送らないけど、コメントとか、また質問とかですね、取り上げてほしいネタジャンルをコメントいただけると嬉しいなっていうのと、もう一個狙いになって、お気づきの方いるかどうかわかんないんですけど、僕 YouTube でクラウドファンディングかけてるんですよ。少し前からこのチャンネルを支援しますかってクリックしてもらうと、チャンネルの僕のチャンネルのトップページのところの、右側にですね、このチャンネルを支援しますかっていう項目が出て、クリックしてもらうと100円500円はもうレギュラーであって、あとその他でフリーで金額を入れられて、クレジットカードだったりデビットカードを登録するのかな、そうするとその支払いができるようになってるんですけど、いくらでも構いません。はい、僕は賄賂大好きです。はい、飛躍的に当選確率が上がると思います。クラウドファンディングしましたと。でね、僕47都道府県、全国講談セミナーに行こうと思ってるんですけど、前の動画で公開した通り、参加者10人ぐらいを目標にして1人3240円もらうっていう、まあそういうセミナーなんですよね。計算してもらうと分かりますけど、儲かるわけないよね。儲からないどころか赤字だろうって話ですよね。でさ、当然さ、僕は LTV ビジネスで行くんで、そこ次にね、つながるような提案を普通はするんだけど、今回ってさ、47都道府県ずっと行くわけですよ。そうするとさ、通常みたいにさ、ミドルエンドやバックエンドの案内をかけるとさ、いや、なんか参加するととか言って、営業されてとかって、各トンチンカンのやつとかもいるわけですよね。で、それやだなと。どちらかというと、なんか何か売りたいために行くわけじゃないので、まあ、とは言いつつ、赤字になってまでやったら、もう僕、起業家として失格ですから、とか、先生辞めろって話になりますので、どうしようかなと思った時に、この前、感想もらったんです。YouTube 見てます、マガリオ先生のファンですとか言って。で、プレゼントの応募のメールなのかなと思ったら、僕はプレゼントいらないですと、純粋なファンなんで、他の方にあげてくださいみたいな、年に数回そういう感想が来るんですけども、僕ね、涙が本当にでも、なんていい人なんだみたいな、もうありがとうございます。今日もこの動画見てくれてると本当に嬉しいんですけど、そういういい人いるよねと。で、僕はお調子者ですから、もうすぐに調子に乗っちゃうんですよね。そういうやっぱり、きっと僕の動画を見てくれてる人の中には、そういういい人がめちゃくちゃ多いんだろうと。まあ、そりゃそうですよね。なんか有名でもなくてですよ。こんなおっさんがですよ。好き放題言ってて、しかもなんか毒吐いてるような動画を見てくれてるんだから、まあ、よっぽど変わってる既得な人たちしか見てないわけですよ。再生回数を見てもらっても分かる通りですね。そうかと。その人たちが一人1万円、いやもう100円でいいです、100円でも、100円でももう本当ありがたいんですけど、そうかと、クラウドファンディング YouTube でやってくれれば、それはそれでまたネタになるなと、YouTube 動画でさ、クラウドファンディングやったらさ、とか言って、50万ぐらい集まっちゃったんだよね、みたいな。で、それを47都道府県セミナーツアーの足しにしたんです、みたいな、皆さんありがとうございます、みたいな。応援してくれた方には、僕が47都道府県回った時に、その地域でね、何か見つけたお土産だったり、もっと言うと僕レポート書こうと思ってるんですね。毎回毎回、僕のブログだったり読んでくれてる方は知ってると思うし、昨日動画でも言ったんですけど、僕ってビジネスのネタを見つける天才なんですよ。自分で言うなって話ですけど。なんで、47都道府県のツアーを回った時に、僕の中にはおそらく数百のビジネスのネタ仮説が、ストックされてると思います。はい。でね、それレポート書こうと思ってるわけ。で、もちろん有料で売るんだけど。で、まあ大体ね、うちの会社のことをご存知の方は、まあ、高いんだろうと。高いんですよ。そりゃそうだろ。47都道府県で僕が、各都道府県3個だとしても、約150個のビジネスネタになりますから、まあ、1個100円だとしても1万5000円ですよね。まあ1万5000円で売るつもり全くないですから。
だけど今回クラウドファンディングしてくれた人にはあげようかなと思ってるんですよね。で今ここで100円とか500円でもいいのかなとか数百円でもいいのかなと、そんなみみっちいこと思っちゃったらダメよ。そうか、3万円ぐらいにやっぱ払おうっていう、そういう俺ってなんでこんなにやらしい人間なんだってもうご存知だと思いますが、はい、というわけでですね、今日はいや俺のこと知ってるっていうキーワードで、話を展開したんですよ。まあ綺麗にまとまったかな。はい、でちょっと他にもいくつかネタを用意していて話をしようと思ったんですけど、今ちらっと時計見たらもう15分超えてました。どうもすいません、まあ調子もんだからもう喋るで、まあちょっと今日はもうこれでやめますが、ぜひですね、はいはい、感想をまたいただきたいなと思います。皆さんの感想にいつも本当に励まされてます。はい、クラウドファンディング楽しみですということで、いつもありがとうございます。それではごきげんよう。また。